ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。さあ、そのアーサー・ウィリアムスの足元をご覧ください。ご覧のようにシューズを着用しています。今回シューズの着用が認められています。ただし着用した場合はキックの攻撃をすることはできません。従いましてアーサー・ウィリアムスはパンチの技術、パンチだけで勝負するということになります。 K-1 トップファイターとボクシング世界王者の対戦、 K-1 の技術とボクシングの技術の世界最高レベルのぶつかり合いです。さあ、ゴンが鳴りました。これ靴履いてますからね、蹴りはなしなんですよね。蹴りはダメです。逆に靴履くことによってパンチを、ダウンか、ダウンを取るか、スリップです。来ましたよ、びっくりしたんじゃないですか。レフリーは角田のバークです。さあ、スローダウン、うわっと、しかしこのローキックを耐えられるかどうか。早くも2つ入りました。さあ、ボクシング元世界チャンピオン、ああ、これはどうか、これはダウンを取るか、ダウンを取りません。しかし効いています、谷川さん、これ効いてますね。効いてますね、効いてます、効いてます。初めて食らったと思いますから、俺はローキックに耐える根性があると話していた。でもこれよく立ち上がってますよ。さあ、毒針を刺し始めています、イグナショフ。これは、おっと、危ない危ない危ない、ハイキックが入りそうでした。右ストレート、あー、しかし崩れている。一茂さん、はい、足効いてますね、これね。相当効いてるし、ハイキックもね、やっぱり地面の方から来るじゃないですか。ボクサーっていうのはね、目の前のものの、そのブロック2つから来るものには対応できるけども、蹴りは対応できないと思いますよ、ね。なるほどね。あー、でも根性ありますね。全く違うところから物が飛んでくるということになります。イグナシオフはインファイトしても非常にありますから、さあ、毒が回り始めています、アーサー・ウィリアムス。根性ありますね、あれ、足はすごい効いてます。生まれて初めて蹴られたと思うんですよね、はい。これも耐えています、これも耐えています。やはり、あーと、左ハイ、左ハイ、右のロー、これはダウンか、これはダウンを取りました、これはダウンを取りました。アーサー・ウィリアムス、ちょっと首をかしげた。どうか、立ち上がれるか。アーサーの K-1 初戦はモロクも崩れ去りました。やはり K-1 の方が強い。